世界の終わりはびっくりするほどあっけなかった。宇宙人がやってくるわけでも、隕石が落ちるわけでもない。世界の終わりはインスタントラーメンを作るぐらいあっけなかったんだ。一番好きだとみんなに言っていた小説のタイトルを全然思い出せないのは、本当はそんな好きじゃないんだ。なりたい僕を追いかけても、腕をスルリとすり抜けて、どこか知らない場所へ消えてく。理想なんて非現実的な夢物語じゃないか。ただの口当たりのいい諦めさせないための人参だろう。遺伝子組み換えされたそんな欲望の出口、もう100しかないんだ。知らぬ間に諦めることだけが上手になってきた気がする。大人になるっていうのはそういうことだってわかる。